ほう、ここが噂の廃校か。弟、ここには3つのクリスタルがあるって噂だぜ。知ってるけどよ、兄貴。この学校にはお化けが出るって噂だぜ。帰ろうぜ、もう。たく、お前はほんとビビりだな。じゃあ、クリスタルを手に入れたら、アイス買ってやるよ。え、マジ？じゃあ、行こうかな。じゃあ、決まりだな。って、だ、バカだ。入り口が、塞がれた。兄貴、やばいぜこれ。絶対何かいる。こうなった以上、この学校から出る方法を探すしかねえ。俺たち兄弟が学校から脱出できると思う人は、チャンネル登録と高評価、よろしく。それじゃあ行くぜ、弟。って、待ってくれよ兄貴、やばいって。よし、まずはここ。こいつは死んでるのか。兄貴、こいつはシャレにならないぜ。焦んな弟、後ろにチェストがある。うん、本と羽ペン、何か書いてあるようだが、読んでみるか。ここから出たければ僕とゲームをしよう。この校舎の1階から3階にそれぞれ青、赤、黄色のクリスタルを隠した。3つのクリスタルを君たちが見つければ君たちの勝ち。ここから出してあげよう。でも僕に捕まったら命はないよ。だそうだ。だそうだじゃねえよ。捕まったら命はないって、何か絶対いるってことじゃねえか。まあ確かにそうだが、ここから出るためには3つのクリスタルを手に入れる必要がある。しかもクリスタルはこの校舎の1階から3階にある。だから俺はまずは2階を探してくるぜ。そういうわけで弟、お前は1階を探してくれ。って、兄貴ちょっと待ってくれよ。おい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 、マジかよ。けどクリスタルを3つ見つけないと、どの道こっから出られねえ。仕方ねえ、クリスタルを探すしかないようだな。ここは図書室？まあ片っ端からいろんな部屋に入ってクリスタルを探してっか。こっから入るのか。うん、何かチェストのようなものに入っているんだろうか。そういったのも全くわからないからな。うん、さすがに図書室にはねえか。あそこにチェストがある。あー、けどこの2マスの壁は飛び越えられねえからな。どうやってあれをゲットしたらいいんだ。あ、そういえばここに蛍光灯があるな。あ、ひらめいた。この蛍光灯を掴んで、よっち、よし、蛍光灯を掴んだ。あとはこうやって腕力で持っていってと。よし、じゃあこっちももう一回掴んで進んでっか。ふう、これだったらあっちのチェストまで行けそうだな。よし、ここまで来て、あとはもう一回ジャンプして、よっと、さあ先に進んで、よし、ふう、なんとかチェストの前まで来れたな。さあ、いきなりクリスタルゲットか。よっと、なんだ、ほんと羽ペンか。中に何か書いてある。ちょっと読んでみるか。教室、カッコ E の1の黒板を調べろ。なるほど、そういったタイプのやつか。よし、じゃあ教室 E の1に行くか。へっ、なんだかうまくいってるな今。このまますぐクリアだ。さーて、教室 E の1を探…おいおいおい、ちょっと待て、あれってもしかして幽霊じゃねえか。やばいやばい、見つかった。なんだなんだ、なんなんだこいつ。噂の幽霊だよな。やべえ、どうしよう、どっかに隠れねえと。そうだな、こことか隠れられねえか。な、ここだ。よし、だ、嫌な気配が消えた。もしかして行ったのか。なあ、ふう、なんとかなったな。でも本当に幽霊がいたとは。まずいまずい、早くクリスタルを見つけねえと俺が死んじまう。D の1じゃねえよな。E の1はあった。よし、ここだよな。よし、ここの黒板を調べるんだったっけ。黒板ってのはここか。特に何もないな。あ、こっちか、黒板。多分そうだよな。片っ端からちょっと調べてみるか。何？
ここシークレットチェストになっていたのか。よし、何かの鍵をゲット。職員室の鍵か。なるほど、職員室に行けばいいんだな。さーて、さっさとクリスタルを見つけて帰ら。嘘だろ。おいおいおい、逃げ場がねえぞ。どうすりゃいいんだよ。こうなったら俺の身体能力で勝つしかねえ。行くぜ。ふーっと、よし、なんとか抜けた。よし、このまま走ってどっかで巻くしかねえ。なんなんだクソ、俺のことばっかり追い回しやがって。俺のことじゃなくて兄貴とか追い回してくれよ。またロッカーがある。ここに隠れればどっかないのか。ロッカー入れる場所はここだ。よし、今のはさすがにバレるかと思ったぜ。よっと、ふう、危ない危ない。何なんだあの幽霊は。とにかく職員室は、あ、ラッキー、目の前にあるじゃないか。よし、鍵をセットしてオープン。よし、さーて、ここに何かしらのクリスタルとかねえのかな。よし、ひとまずくまなく探してっか。あ、こっちには何もないな。あ、ドアがある。レバーがあるけど特に何もなさそうだな。じゃ、こっち側とか。ここは、特に何もないな。てか、この部屋何もなくないか。あ、ここの部屋はない。で、こっちの部屋も何もない。なんだこれ、せっかく来たのに何もないってのか。ちょっと待った、俺が踏んでるのって、ああ、血じゃねえか。なんでこんなところに血が。待てよ、血があの扉の前で止まってる。なんでだこの扉、ちょっと怪しいな。あ、なるほど、こんなところに隠し通路があったのか。だから血が続いていたんだな。っていうか、血が続いてるってことはなんかいるんじゃねえか。あ、何かある。これはベッドって、うわあ、死体じゃねえか。なんでこんなところに。っていうか、もしかしてこれだけか。ベッドの下にチェストがある。お、よかった、次につながるものがあった。これは音楽室の鍵が。で、もう一つが骸骨の後ろ。一体どういうことだ。なんだ、お化けの速度上昇。おい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 、なんだ、さっきでも早かったのにもっと早くなるってのか。冗談きついぜ。まあでも早くクリスタルを見って、今いなかったか、気のせいかな。って、おいおい、やべえ、来てるぞあいつ。って、は、早い。なんなんだよこいつ、さっきよりも全然足が速い。やべえやべえやべえ、このままじゃ追いつかれる。どっかに隠れないと。よし、ここの扉をくぐって、な、何か、こことかいいんじゃないか。ここに隠れて、あとはここでこうやってかがんでればなんとかごまかせるか。行ったか。ふう、なんとかなったな。ま、俺は追い込まれた方が能力が開花するって昔言われたことがあるからな。ラッキーラッキー、さっきから近くに部屋があるな。よし、音楽室の鍵をセットして中に入るぜ。ピアノがあるな。で、席があって、特に何もねえじゃねえか。くそ、また何もねえってのか。いや、そんなことはない。なんか書いてあったっけ。骸骨の後ろ、骸骨の後ろっつったってな。そういえばこの貝が骸骨だよな。もしかして後ろになんか、あ、ああ、なるほど、隠し通路になっていたのか。よし、この中には、
やった、ブルークリスタルゲット。一つ目のクリスタルゲットだから、あと2個ゲットしたらここから脱出できる。さて、1階は弟に任せて、俺は2階を探していくか。ん？ A の2、つうことは普通の教室だね。さて、中に何かあるかね。ん？特に何もなそうだな。ちっ、無駄足だって。あ、こいつはロッカーといったところか。まあ万が一変なやつが出てきた時にここに隠れられるといったところだね。まあ特に収穫はなしと。家庭科室、気になるな。ちょっと入ってみるか。さーて、おお、大量のケーキがあるじゃねえか。うまそうだな。だがあいにくと腹は減ってねえんだよな。それよりクリスタルを探す。あ、キーパッド、パスワードが必要なのか。だがパスワードなんてわからねえからな。何かヒントになるようなものが隠されていねえか、ちょっと探していくか。さて、あ、本と羽ペンがあるじゃねえか。さて、ここに何かパスワードになるようなものが。ケーキを食べる、すなわち扉開かん。ん？ケーキを食べると扉は開かねえのか。食べなくてよかったぞ。んで、赤1、青2、緑3、黄色4。何かの謎解きのようだが、一体どういうことなんだ。赤1、青2、緑3、黄色4。うん。あ、待てよ。ここのテーブル、黄色、緑、赤、青。これって、さっきの色だよね。ケーキを食べる、すなわち扉開かん。あ、そういうことか。分かっちまったぜ。おそらく、テーブルに乗っているケーキの数がパスワードになっているに違いねえ。赤1ってことは、赤が一番左の数字ってことだ。つまりケーキの数は3つ。だからここには3が入る。で、青2、ケーキの数は2個だから青は2だ。で、緑はケーキが5個だな。つうことは325で、黄色はケーキが1個。つまりパスワードは3251だ。よし、俺の推理が正しければ3251。さあ開け。開いたぜ。俺の謎解きは合っていたようだな。んじゃな、クリスタルいただくぜ。あ、理科室の鍵。いきなりは手に入んねえってことか。仕方ねえ、理科室に行くか。とは言っても理科室って一体どこにある。まあとりあえず片っ端から。あ、今なんかいなかったか。見間違いか。いや、俺の目はごまかせねえ。確かに今ここに何かいた。嘘だろ。なるほど、こいつが俺たちを試している幽霊か。なんでこんなところに。結構早いな。これは全速力で逃げねえと捕まっちまう。さて、まだ追ってきてる。トイレ、ここに隠れるしかねえ。よし、ここに隠れて。大丈夫か。ふう、危なかったぜ。なんとか巻いたってな。あ、お化けの速度上昇。おいおい、嘘だろ。今のでも十分早かったぞ。ちっ、さっさとクリスタルを見つけないと俺たちの命が危ねえ。っていうか弟は大丈夫か。理科室、へっ、あったぜ。さあ、理科室の鍵をセットして中に入るぜ。さーて、中には一体何があるか。いきなりクリスタルとかあってもいいんだが、このチェストには何もなし。ここには、ん、激辛ラーメン。俺は辛いものを食べると火を吹くことができるからな。このラーメンを食べて一番左のアイテムを使えば俺は火を吐ける。まあ相手は幽霊だからな、当たらないとは思うが。さて、中をくまなく探していくか。ここには特になし。じゃあ次は、
ここのチェストの中には何もなしと。で、こっちにもない。そういうことは最後はこっちか。あ？何もねえじゃねえか。ちっ、まだ探してねえ部屋はここか。さ、中に入ってと。うん。特に、あ、チェストがあるじゃねえか。中には、なんだか本と羽ペンが入ってるね。中身は、ん？教室 M の2に行き、馬を殺せ。おいおいおい、嘘だろ。馬をやれってのか。ちっ、ひでえお題を出してきやがる。だ、やらねえと俺たちが死ぬってんならやるしかねえな。さて、さ、教室 M の2ってのは一体どこにあるのかよくわからねえが、ちっ、あいつ待ち伏せしてやがるじゃねえか。しかもお化けの速度は上がってるんだったよな。ここは工夫して巻いていかねえとな。さて、こっちに来やがれ幽霊。な、ちゃ、え、な、そうだ、こいつ足が速すぎる。やべえやべえやべえ、なんなんだこいつ。さっきとは段違いのスピードじゃないか。やべえ、追いつかれる。だがな、ジグザグに歩いて。こうすれば相手も狙いが定まらねえだろう。ち、教室は、ねえ、違う、全く視認できねえ。どこだ、教室 M の2ってのはどこだ。ち、だ、柵がある。ここは、てぇーって。ふぅ、なんとか、巻いたみてえだな。いや、お化けだから普通にここ、通ってくると思ったが、案外来れねえみてえだな。こいつは助かったぜ。さて、あ、ちょうどいい。M の2じゃねえか。入らせてもらうぜ。さて、中には、ん？特に変わった様子はねえな。馬もいねえじゃねえか。さて、だ、馬ってのはこいつのことだよな。さっきの本と羽ペンには馬を殺せ。やるしかねえのか。馬をやればクリスタルが手に入るのか。ちっ、やるしかねえか。俺のレッドフレームを使って。いや、さすがに馬をやるのはかわいそうだな。何か別の手段はねえのか。そういえば、こんな絵があったか。馬の絵画なんて初めて見たぜ。あ、もし馬ってのは、やった、あ、やっぱりそうだ、馬を殺せってのはこの絵画のことだったんだ。ふう、危なかったぜ。危うくあの馬をやっちまうところだった。だが、これでチェストが手に入る。さ、よっと、ここに飛び乗って、あ、レッドクリスタル、よし、こいつを手に入れた。さて、幽霊の野郎は、弟、無事だったか。兄貴も無事だったか。こいつを手に入れたぜ。こいつはブルークリスタル。あとは3階にあるイエロークリスタルをゲットすれば俺たちは脱出できる。早いところ、こんなとこからは脱出しようぜ。よし、じゃあ3階に行ってイエロークリスタルをゲットするで。分かったぜ兄貴。さーて、最後は、あ、いきなりチェストがあるね。中には、あ、なんだかゴーグルと本がついてるね。このゴーグルはつけると何か見えるのか。そのゴーグルは確かつけると隠し通路が見えるようになるんだよな。なるほど、そういうことはどっかに隠し通路があるってことだね。兄貴、なんて書いてあったんだ。追いかけっこをしようとか書いてあったね。て、うわ、おいおい、嘘だろ、いきなり出てきやがった。ま、兄貴、つきをつけろ、こいつに捕まったらおしまいだ。おいとおいと、とにかくジグザグに走るんだ。そうすればなんとかなる。って、俺を狙ってやがるのか。ちっ、ここに扉がある。弟、早く。ふう、危なかったぜ。このゴーグルのおかげで隠し通路に気づけた。危なかったぜ。屋上、なんで屋上に来たんだ。まあいい、ひとまずは屋上に上がって。何かないのか。 あそこにチェストがあるじゃねえか。ち、少し体力がなくなってきたな。もう走る体力も残ってねえ。だが、これを開ければ、本当、アイスクリーム2つ、さらに
パラグライダー2つ。弟、パラグライダーにアイスクリームで。よっしゃ、アイスクリーム気が利くじゃねえか。じゃ、アイスクリームいただくぜ。ふう、ちょっと冷えるが体力を回復した。で、ポンと花ペンにはおめでとう。アイスでも食べて休憩しなよ。最後のクリスタルはサッカーコートの真ん中にある。サッカーコート、サッカーコートなんてあったか。確か反対方向にあったような気がするな。なるほど。んじゃ、反対方向に行ってとっととクリスタルをゲットするか。あったあった、見える。真ん中に隠しチェストがある。このゴーグルのおかげだな。なんだ、あそこに誰か倒れてるね。助けに行った方がいいんじゃないか。いや、何か様子がおかしいね。ひとまずパラグライダーを使ってまずはクリスタルをゲットするぞ。さあ、パラグライダーで一気に加工していく。よし、このまま加工して、やった、着地成功ってね。あとは多分ここにイエロークリスタル3つのクリスタルをゲットしたぜ。扉が開いた音がした。おいどうだ、行くぞ。ああ、上がった。そういえば、何なんだこいつは。さっきから苦しそうにしているが、おいお前、大丈夫か。なんだ。こいつは、おいどうだ、逃げろ。こいつはやべえ。兄貴、何なんだこいつらは。わからねえ。だが、やるしかねえ。激辛ラーメンを食べて。よし、これで俺はレッドフレームが使える。さあ、こいつを丸焼きにするぜ。ヘッヘッヘッって、ビビたるものしか食らってねえ。くそ、全然ダメージ入ってねえじゃねえか。兄貴下がれ。俺がアイスを食べてあいつを殺せる。よし、さあ近づいてこい。このブルーブリザードで。さあ固まれ。やばい、こいつ固まってはいるが、やべ、とんでもない威力だ。こいつに近づかれるととてもじゃないけどやべえ。しかも氷切らねえ。やばいぜ兄貴、こいつはどうやって倒せばいい。おい、ただここは俺たちの合体技をやるしかねえ。あれをやるのか兄貴。ああ、俺の火の力とお前の氷の力で大爆発を起こす。わかったぜ兄貴、そうと決まればやるしかねえ。さあこっちに来やがれ。来た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 。さあこいつで食らえ。よし、結構ダメージを削った。あともう一回だ兄貴。行くぜ弟。もう一回。ふう、やったぜ兄貴、連携勝利だな。俺たち二人が集まれば勝てねえ敵はいねえ。そうだな。よし兄貴、早くこっから脱出だ。ふう、なんとか脱出できたな兄貴。って、ふう、安心しろ、おそらくあいつはあそこから出てこれねえ。確かにこっちに追ってくる気配がないからな。ふう、一時はどうなるかと思ったぜ。そうだ兄貴、アイス買ってくれるんだってよな。ああ、悪い、今1円も金持ってねえんだ。話が違うじゃねえか。おい、ただやめろ。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価もよろしく。他の動画もよかったら見ていってくれ。